首都高速道路の関です。三好です。 YouTube で首都高リニューアルプロジェクトの事業内容や現場状況をお伝えしています。今回は高速大師橋更新工事の第3弾として橋桁をどのように作っているかお伝えします。前回の高速大師橋更新工事の説明編現場編の動画をまだご覧になられてない方はぜひ概要欄のリンクからご覧ください。今回はなんとこちら、桁の製作を担当していただいた IHI インフラシステム様の大阪は堺工場に来ております。拍手、はい、今回は工場製作編ということでスペシャルゲスト IHI インフラシステム品質管理部の大谷さんに案内していただくことになりました。よろしくお願いします。はい、IHI インフラシステム品質管理部の大谷です。工場の品質管理を担当しています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず完成した大師橋の桁を案内お願いいたします。わかりました。では見に行きましょう。はい、さあ到着しました。移動中もたくさんの桁や部材が置いてありましたが、この工場はどれくらいの広さなんでしょうか。およそ17万平方メートルで東京ドーム 3.5 個分の広さがあります。かなり広くて迷いそうですね。ところで大師橋の桁はどれなのでしょうか。はい、こちらが大師橋の桁になります。私の身長が187センチありますので、皆様にも桁の大きさや高さなどが分かっていただけるのではないでしょうか。鉄の板がこのように桁の形になるまで工場で製作を行いますが、今回は IHI インフラシステムさんのご好意により工場の様子を見させていただけることになりました。それでは大谷さん、工場の案内をよろしくお願いいたします。工場内に到着しまして、大きな機械がたくさんありますが、ここではどのような作業をしているのでしょうか。ここは橋を作るための部材を加工するところで、ほとんどの作業が機械化されています。後半に線を描いたり、切断したり、穴を開けたり、一つ一つの部品精度が、橋の出来上がりの精度に大きな影響を及ぼします。ですので、機械を大切に扱うことはもちろんですが、毎日作業前に点検を行っています。後半に線や文字がいろいろ書かれていますが、あれはどのような意味があるのでしょうか。あれは製作図面のいろんな情報を機械が後半に書き写したものです。製作した部品に名前や組み立てる時の基準線がないと後工程で受け取った人が困るので、いろんな情報が書かれています。後半を切断していますが、この工場ではどれくらいの厚さの鉄が切れるのでしょうか。切断する機械にもよりますが、ガス切断機で最大200ミリ、プラズマ切断機で40ミリ、レーザー切断機で25ミリですね。それでは次の工程にご案内していただけますか。はい、わかりました。次の場所に到着しました。大谷さん、ここではどのような作業をするのでしょうか。ここでは先ほど切断した後半にセッリングを溶接し、パネルを製作しています。一部は職人の手に頼っていますが、単純なパネルについては溶接を自動化することで作業の効率化を図っています。またパネルを製作することで後工程での作業量を減らすこともできます。自動でできる溶接は自動で行った方が製作もスムーズということですね。それでは次の工程に行ってみましょう。はい、わかりました。今まではパーツを見てきましたが、急に桁の形になりましたね。完成が近づいている感じがしますね。この工場ではパネルとその他の部品を組み立てて箱桁の形にします。その後、資格を持った溶接工が手作業で溶接し、一つの箱桁が完成します。プラモデルを作っているような感じを想像してもらうと分かりやすいかもしれませんね。ここでは自動溶接ではなく人が溶接していますが、その理由を教えていただけますか。実は橋の部材は一つとして同じものはなく、製作を自動化するのが難しい要因の一つになっています。溶接についても同じで、場所によっては邪魔な板があったり狭隘なところもあるので、どうしても人の手に頼らざるを得ないのが現状です。なるほど。
どんなに機械化が進んでも最後は職人さんの手が欠かせないということですね。機械と職人の技術が融合した、これぞ日本のものづくりといった感じですね。ある程度の大きさのブロックまで作った後の作業についても教えてください。ここで製作したブロックを屋外の仮組み立て場へ出して、橋の形に組み立て、図面通りの寸法になっているかを確認します。その後、再度ブロックごとにばらして塗装を行い、工場での製作は完了となります。それではここでお二人に試験体を用意しましたので、関さんと三好さんも溶接作業を体験してみませんか？ぜひお願いします。私たちすごい格好になりましたけれども、これから何をするんでしょうか？はい、お二人には溶接の中で最もポピュラーな半自動溶接を体験していただきます。これ勝ったな。それではどちらが良かったか結果お願いします。はい、そしたら結果発表します。関さん優勝です。やりました。いや、とっても難しくて、本当職人さんの技術がすごいなと思いました。関さんにはまだまだかなわないなと思いました。岸壁に到着しました。大谷さん、後ろで行われている作業はどのようなものなのでしょうか？塗装が完了した部材を船に積み、出港準備を行っているところです。工場で作った部材は船で運びます。およそ4日ほどかけて東京に到着します。1回に運ぶ部材は平均600トンになります。今回は普段では見ることのできない橋の製作工場を案内していただきました。大谷さん、工場の製作で気をつけられている点等があれば教えてください。橋の開通を心待ちにしている人たちのためにも、図面通りの製品を納期通りに現場へ送るぞという気持ちで工場一丸となって作業を行っています。大谷さん、今回はどうもありがとうございました。次回は今回紹介した部材が橋の形に組み立てられている状況をお伝えしたいと思います。それでは皆さん、次回までご安全に。